六谷川ダムは、愛媛県大洲市、肘川水系肘川に建設されたダム。高さ61メートルの重力式、コンクリートダムで、洪水調節、発電を目的とする、国土交通省直轄の多目的ダムである。ダム湖の名は、六谷川湖という。愛媛県南部、約100キロメートルにわたって流れる肘川は、数百本もの支流を持ち、 流域面積が約1200平方キロメートルに達する愛媛県内最大の河川である。下流は大洲市の市街地が広がりを見せているが、川幅の狭い区間が存在するため水害に悩まされてきた。建設省は1953年10月、肘川の治水、利水を目的とした肘川総合開発事業の一環として、六屋川ダムの建設に着手した。 六谷川ダムは、肘川の川口から約 35km 上流に、遡った場所に位置する。計画洪水流量を、大津地点で4250リッター、片メートル毎秒、ダム地点で2750リッター、片メートル毎秒に設定。これを、ダムで洪水調節することで、大津地点の流量を750リッター、片メートル毎秒減少させる。合わせて、 愛媛県営のダム式水力発電所を併設し、最大一万四百キロワットの電力を発生、年間では六百十二万一零零零キロワット時の電力量を発生させる。工事は九百五十六年六月に着工。地質不良により規則作策量の増加を余儀なくされ、さらに九百五十八年十二月の中間淡水時には、湖畔の大地、 栗の木、堺市の山地区で地滑りの発生が確認された。ダムは1959年3月に完成し、地滑りも翌4月には沈静化した。地滑り対策工事を終え、同年11月にダム水位を常時満水位まで上昇。地滑りの兆候は見られなかったものの、発電所付近で漏水が確認されたため、急遽止水グラウト工事を実施した。 1960年2月1日、ダムの管理を建設省から愛媛県へと移管。同年6月に全事業を完了した。クリップ2018年7月5日から7日にかけての雨雲の動き六屋川ダムの完成により、水害の頻度は減少したが、1970年8月の台風10号、1982年8月の台風13号、 1995年の梅雨前線豪雨、2004年の台風18号と、依然として、肘川流域では水害に見舞われている。2018年の集中豪雨では、上流域平均総雨量367.4ミリを観測し、六屋川ダムでは流入量3800リッター片メートル毎秒、放流量が3742、 立方メートル毎秒と過去最大を記録。肘川橋での河川水位は過去最高の8.11メートルまで上昇した。大須市内では約2800戸が浸水し、4人が死亡。六屋川ダム直下の県営肘川発電所も浸水し、倉庫で保管していた有害物質のポリ塩化ビフェニルを含んだ廃棄物の一部が所在不明となった。 県は謝罪し情報提供を呼びかけるとともに、低濃度かつ少量のため影響は少ないと説明した。1996年には、中小規模の洪水に対応できるようダム操作規則を改定したが、大規模な洪水で被害が生じると、マスメディアは、規則の改定が裏目に出たと批判した。2004年の台風16号では、 洪水が収まりつつあった中で放流ゲートを閉めて行ったところ、水が放流ゲートの上部を越えて流出するという弱点も露呈。地元住民からは厳しい目が向けられている。上流では野村ダムが建設されたほか、支流、川辺川では山鳥坂ダムが建設中である。さらに、六谷川ダム自体も再開発が実施されることとなった。 ダムーガン側にトンネル式の放流設備を増設するとともに、貯水池配分の見直し、固定の大差の除去、選択手水設備の設置による、冷水、濁水対策、抜気循環施設の設置による、水質悪化対策といった事業が進められている。大津地点での目標流量は5000リッター、片メートル毎秒であるが、これらの諸対策によって、最終的には3900リッター。 片メートル毎秒に抑制できる見通しである。再開発実施に伴い、六谷川ダムの管理は2006年度から、愛媛県から、再び国土交通省へと移管。2019年3月12日、住民など300人が見守る中、新しい放流設備の試験放流を実施。同年6月9日、肘川風の博物館で六谷川ダム再開発。 全事業館正式が模様された。これに先立ち、六谷川、野村両ダムの操作規則が同年6月6日付で改定されている。なお、2018年の水害で被災した肘川発電所については2023年1月の運転再開を目指して復旧工事が進められている。まず崩壊した新入路の復旧から着手し、 建物の建て替え工事及び水車発電機の更新を行う計画である。ダム湖の六谷川湖はヘラブナ釣りの名所として知られる。冬になると三千羽ものおしどりの大群が当地で冬を越す。春は湖畔の桜が咲く。周辺は肘川県立自然公園に指定されており、豊かな自然環境が保護されている。ありがとうございます。